隊長、こちら地上部隊隊長ベニ・ミルヒシトラース。巨大魔装機兵を確認。これより近接戦闘を開始する。危ない！みんな避けて！コウロモウノリ！チートメス！平和を。二人の力で王家絢爛。
掴む。正義の味方も悪くないな。ミカサ強襲部隊、地上部隊、共に魔装騎兵と接触。戦闘開始を確認。ツバキ、蒸気機械の暴走状況と金色の蒸気の分布状況を割り出して、今すぐ。ミカサの着弾予想と周辺区域の避難勧告をすぐに対応して。過激団メルレザンです。東京上空の霊力の増大をキャッチしました。シートプリスです。何かお手伝いできることありませんか？では、帝都上空の映像を送ります。解析、お願いできますか？はい、来たです。これくらいの仕事ならすぐにやっつけちゃいますよ。データの解析は私たちにお任せください。
さんは大神さんたちのサポートをお願いします。よろしく頼むわね。この戦いが終わったらバリのお話聞かせてくれる？もちろんいいですよ。東京のことも聞かせてくださいね。それじゃあこの戦い早く終わらせましょうね。みんなの力を合わせるわよ。のためにあんたの強運に一口乗らせてもらうよ。
地上のみんなは大丈夫でしょうか。少し胸騒ぎが。こちらレニー。隊長、どうしたの？ありがとう。でも心配いらないよ。地上の魔装騎兵はほぼ全滅させた。でも僕たちの戦力なら撃破することは可能だ。地上は僕たちに任せて。隊長と話ができて嬉しかった。じゃあ通信を切るね。敵巨大魔装騎兵と地上部隊との戦力差、いや数字なんて関係ない。隊長が信じてくれているんだ。どんなことをしてでも地上は僕たちが守る。私のために頑張ってね。ローホ熱血正義と平和を二人の力で王家絢爛。あんたの…ソラ！炎の滝で閉じ込めてやる！ハルド・プリジオーネ！
エリカ。光ある言葉伝えない。
疑い。よき彦、聞くのじゃ。早く市民を避難させるのよ。分かってるわ、琴様。ほら、あなたたち大丈夫？あの避難所まで走れる？2人とも急ぐのよ。麻生騎兵が来てるわ。早く逃げるのよ。ほら、私に捕まって。キャー、こっちに行きます。警官隊、前進しろ。市民の避難経路を確保するんだ。ここが正念場だぞ。俺たちの町は俺たちで守るんだ。しないの。あなた、背中の傷が感知してないんでしょ。かばうものか。この程度は俺が守るんだ。それに俺よりも苦しい戦いをしている奴もいるしな。
私のために。
魂をここに集え。 最上位。
Thank you.
体の力。Thank you.
あんたの。完了しています。大神さん、ご命令を。
さんを、みんなを助けてあげて。
じません。私も残ります。大神さんのお手伝いをさせてください。救って、そして大神さんも生きて帰るんです。私たちがいれば大丈夫ですよ。ブリッジに行きましょう。私たち二人でミカサの進路を変えるんです。私は長安さんに感謝をしています。
人だから。このテートは大神さんとの思い出の詰まった素晴らしい街なんですから。素晴らしい、このテートは。この衝撃では中にいる大神たちは。男と女よ、テイと未来を託す。我の目指した安らぎと愛に満ちた町を作ってくれ。そしてお前たちの子供を我の町で育てよ。それが望みだ。
ミさん、私たち生きてます。勝利のポーズ。大神くん、ちょっと話があるの。いいかしら。大神くん、2点あるの。
まず一点は、ああ無常の公園のこと。会場時間じゃないんだけど、もうお客様が集まってきてくださってるの。劇場部分の修復ができていないから、舞台のセットが作れないのよ。集まってくださったお客様には悪いけど、今回の初日は延期する？大神くんならそう言うと思って、公演準備はしてあるの。米田支配人も喜ぶわ。劇場開けたいってうずうずしていたようだから。大神くんが公演を延期したら怒鳴り込んでやるって言ってたのよ。じゃあ、アーム上は予定通り公演するということで、お客様に説明するわね。もう一点は、大神くん、こっちに来てくれる？加瀬組とバラ組の皆さんは、この公演を最後に劇場を去ることになったの。私たち風組全員、歌劇団の別の支部に配属されることになったんです。ごめんなさい、前から決まっていたんだけど言い出すきっかけがなくて。いいえ、私たちの方こそ大神さんには元気づけてもらってきましたから。
にたくさんジムの仕事も手伝ってもらいましたしね。今まで大神さんと一緒にお仕事ができて本当に楽しかったです。邸でお話ししたこととか、たくさんの思い出、ありがとうございました。それじゃあ、今度は私たちの番ね。大神注意。実は荒組はもう解散しようと思うのよ。私だってみんなと別れるのは辛いのよ。そうよ菊之丞、大神中尉一人前になったし、バラ組はもう必要ないわ。私たちはバラ組を卒業して普通の男に、男？いえ、普通の女の子に戻るの。普通の女の子に。わかりました。悲しいけれど我慢します。それで大神中尉、最後に私たちのお願いを聞いてほしいの。私たちを抱きしめてほしいの。最愛の大神中尉に別れの抱擁をしてほしいの。やってくれるわよね。大神中尉の愛がこれほどまでとは。
嬉しいやら。痛いやら。大神さんに抱かれるなんて、もうダメ。嬉しすぎて、失神します。よかったわね。代わりに私が一郎ちゃんを抱きしめてあげる。お別れも済んだみたいね。大神くん、もう言い残したことはないわね。そのつもりよ。バラ組の魂は永遠に不滅なのよ。じゃあ大神くん、私たちはいろいろ準備があるから。花組のみんなのことはよろしく頼むわよ。声をかけてきてあげてね。声をかけ終わったら支配人室で劇場を開ける手続きをしてきてね。どうしたの？私に何か用？そう、別にいいのに。大神くんだって生徒もようやく平和になって、大神くんも総合演出をするまでになったものね。そうね。さあ、大神くん、油を売ってないで舞台の準備をしてくださいね。
おめえの舞台がようやく幕を開けるな。お客さんたちも劇場に集まってきてくれてるし、そろそろ入り口開けるか。おめえが行って開けてこい。ああ、いいんだよ。おがみ、任せたぜ。もちろんですわ。確かに注意の舞台演出は途中まででしたけど。ゲートの人たちに何を伝えたいかはきちんと分かっているです。役者は脚本通りに演じるのではない、その奥にある思いを演じるんだ。会長と出会い、たくさんのことを教えてもらった。今度はうちらがデートの人たちに大神藩から教えてもらったことを伝える番なんや。そうです。この舞台は私たちと隊長、そして帝都とをつなげる絆なんです。だから大丈夫です。心配せずに私たちの舞台を見守ってください。
死ぬ必要がある。罪には罰が必要だ。それが法律というものだ。ジャンバルジャン、私は貴様を正義と信じ、貴様を見逃すという罪を犯す。それは罪か。人は法律に縛られる前に生きている。正義は法律以前に絶対のはずだ。お前が正義と信じて俺を逃がすというのなら、それは罪ではない。自ら死を選び、未来を閉ざすことこそが罪だ。ならば、私はどうすれば、どうすればよいというのだ。生きるんだ、この二人のように。愛する娘コゼット、そして娘を愛するマリウス、その二人が結婚をする。結婚とは命をつなぐことだ。そして子供たちに伝えよう、この物語を。コゼット、愛しているよ。どんな時でも、どんな場所でも、僕は君を守っていくよ。感動しました。舞台っていいものですね。隊長、この後のグランドフィナーレ、ぜひ私たちも参加させてほしい。私たちもこのテートの舞台で踊ってみたいのです。この町の奴らにもシャノワールの実力を見せつけてやらないとね。ねえ、いいでしょう
みんなでダンスをすればすごい舞台になるよ。おう、来たな。まずは一杯飲め。祝い酒だ。で、大神よ。おめえ、どうするつもりだ？桜のことだ。どうだ、大神、そろそろ身を固めんか。桜もそれを願ってるだろそうか、俺もそれを聞いて安心したぜ。大神よ、俺は幸せ者だ。可愛い娘たちに囲まれて、おめっていう跡取りもできた。もう俺がいなくても大丈夫だろ。帝都の平和も帝劇の舞台もおめえたちみんなでやっていけ。
見ろよ、大神。もう町は復興している。古いものはなくなり、新しいものに変わっていく。人も同じことだ。俺は満足だよ。帝都のために戦って、たくさんの仲間も失ったが。おめえたちがいる。サクラ、エリカだ。そして大神、おめえがいる。受け取れ、神道滅却は、おめえが持っていろ。あいつらはおめえに任せる。おめえが総司令だ。ああ、頼んだぜ。大神、支配人って呼んでくれよ。ありがとうよ。短い間だったな。世話になったな。本当に楽しかったぞ。皆さんのおかげで舞台にも立てました。なんとお礼を言ったらよいか。いい暇つぶしになったよ。今度は私がもっと面白いことを教えてやるよ。僕、東京のことすっごく好きになっちゃった。今度はサーカスの公園で来るね。
もっとゆっくりと遊びに来ますね。私たちの別れはこの劇場こそが似合いだろう。ここはパリ歌劇団にとっても大切な場所になったからな。それではそろそろ時間ですから、幸せそうなんですもの。だからもういいんです。お二人ともすっごくお似合いですよ。いつまでも仲良くしてください。
私、どうしても今日この場所に来たかったんです。花の命は短くて夢見る月日は駆け足で過ぎゆく。だが我が胸に咲き誇る君よ、花よ、野辺に咲く花よ、名もなき花たちよ。花の命は命
命の限り咲き誇れ。
花、命の花よ、君よ、花よ。花の命は短くて、命短し恋せよ乙女、赤き唇汗ぬ間に。咲いて散る桜の花、桜大戦か。Thank you.